アント工業株式会社は日本の輸送用機器メーカー。社名と同じアントと呼ばれる鉄道用車両移動機の製造販売を行っている。1959年4月、貨物側線等での貨車入れ替え用の小型車両移動機、アント10の完成を機にその製造販売を行うため、アサヒトレーディング株式会社として創業。1963年4月に現社名に称号を。 変更。社名のアントはアリを意味する英単語から取られており、アリの小さくても力持ちなようにちなんでいる。主力製品の車両移動機は現在、日本国内の車両基地や鉄道工場での車両入れ替えに使用されており、アントと呼ばれている。1985年に国鉄大船工場向けに研修作業で発生する金属切削庫の祭壇。 搬送装置システム提案を契機に同システムの販売にも業務を拡大している。2001年に電気工事業、機械器具設置工事業の認証を取得した。ガソリンエンジンを使用したジャッキアップ式小型移動機から事業を開始したが、後にディーゼルエンジンを使用した大型移動機や、その切り車使用、蓄電池使用の電動使用に拡大している。また、 蒸気の通り金属切削庫の処理システムをアント切り子処理システムとして販売している。なお、アントはアント工業の登録商標である6月28日付登録。登録番号第59万1010号。可車移動機等の使用が困難な環境での入れ替え作業の機械化が当初の開発目的であったことから小型機で自長1から2トン前後。 大型機でも自長5から7トン前後と一般の入れ替え機関車と比較して小型である。小型でも駆動輪の粘着力を最大限に高めて大きな牽引力を発揮できるよう非牽引車両の自長の一部を本体にかけたりウエイトを搭載したりする工夫のほか駆動輪踏みずらの摩擦係数も高めるためアルミニウム製車輪や踏みずら材質を ウレタンゴム等とした車輪を採用している。外観上も、横置きエンジンや左右非対称の車体形状、車体幅にひしみい車体全長など、一般の鉄道車両と異なる特徴を備えている。現行製品ラインナップ製品で対応できない、需要に対しては、北陸重機工業に製造を委託あるいは同社製20トン急行型機関車の供給を受けて対応する例もある。 過去の製品貨物鉄道博物館の保存者、和布21120。画面向かって、左の車掌室側に、アント15型が連結されている。製品名板では、小型のアント20型などでは、アント車両移動機、比較的大型のアント77型などでは、アント車両牽引車と表記されている。上記のように、アントは、アント工業の登録商標であり、 同社製の車両移動機の名称として用いられている。アントに類する車両移動機としては、他にも中前工業製、タックローダーや、日本輸送機、もえ電気工業等の製作による、各種移動機、二六世紀陸式移動機等が古くから存在している。鉄道ファンの一部には、アント工業の製造や販売にかかるものであるか、田かに関わりなく車両移動機全般を、アントの語で総称し、 同社と関係のない機材を、アントと呼称、表記する例が存在するが、このような用語法は御用である。同種の機材を総称する場合は、入れ替え機械、牽引車、車両移動機等の表現が用いられる。ありがとうございます。